皆さん、こんにちは。創設株式会社の三島です。現在の社会では、心の健康の悪化という大きな社会課題が存在します。慢性的なストレスや不安の中で日常生活を過ごし、最近ではコロナによる孤独、孤立といった問題も増えています。本人だけではなく、周囲で支えている家族や友人の方々にとっても、 心理的な負担が増えてしまっている状況です。そして本人周囲の方々だけではなく心の健康の悪化は企業や自治体社会にとっても大きな損失をもたらします。給食や移植による経済的損失労働力の減少による社会的損失などさまざまな損失を合計すると 約8兆円を超えると言われるほど心の健康の悪化による損失は甚大です私はこの社会課題に対し心の健康を維持・向上させる企業向けのウェルネスプラットフォームを構築します心の健康記録やリテラシーを向上させるセルフマネジメント機能を大きな柱とし相談し合えるコミュニティ機能 心理専門職のサポートをもらえる機能これら三つの機能をワンストップで提供できるプラットフォームを構築します私は中学高校時代にがんセンターで闘病生活を経験してきました手術入院を四回繰り返し学校生活に十分に参加できない期間が続きました 病気の再発に対する不安、学校生活を中断することによる孤独感を強く感じながら生活をしてきましたが、周囲の方々にサポートをしてもらい、なんとかどん底まで行かずに生活を継続することができました。自らの健康状態を記録し、日々向き合い続けること、辛い時に周囲の方々に相談できる環境があること、 この2つの大切さを強く実感した経験から、現在、フェニクシーでこの事業に取り組んでいます。企業向けのウェルネスプラットフォームの構築にあたって、まずは柱となるセルフマネジメント機能から実証実験や開発に取り組んでいく予定です。開発に向けて、学術機関の方々、民間企業の人事部や 経営者の方々、心理専門職の方々にご協力いただきたいと考えております興味・関心のある方、ご協力いただける方がいらっしゃいましたらぜひお問い合わせをいただければと思いますご清聴いただきありがとうございました続きまして京都大学のアド・ゴーさんによるピッチをご覧ください